チロチロリー、ゆずはです。うまです。はい、今日は彼氏に向けたお弁当を、二人は彼氏いないんですけど、はい、お弁当を今日は作ってきました。イエーイ。はい、では持ってきたので出します。ダーン。ダーン。じゃあゆずから見せるね。はい。え、ビニール袋ですか。いや、これは崩れたら嫌だなと思ってビニール袋に入れちゃったんだけど。じゃあ開けまーす。バーン。ルンルンルン。え、すごい。え、すごい。すごい。なんか紹介すると、これがオムライス でこれがハムで作った桜、これが茹でたブロッコリーで、この茶色い物体が最終的には自分で食べることになるから、今日は手羽先じゃなくてささみのなんかやつにしてきました。このケチャップが今すごいことになっちゃってるんだけど、これはハートを描いたつもり。そう、山梨は崩れちゃったんですか。え、そう、崩れちゃった。なんか山梨から来たらこんな形になっちゃった。え、ゆずはちゃん前回もなんか、うん、あのハムで花みたいな、そう、桜やってた。え、夏ですよね。夏だけど桜です。桜、うん、なんか桜っていう感覚はないけど、なんか花みたいな。え、でもすごい美味しそうですね。え、本当に。でもちょっとハートが、あー、ちょっとね、ハートに愛が伝わんないかな。でもハートが多分綺麗だったら、うん、彼氏にあげるお弁当。確かにすごい美味しい、ね、そうです。じゃあ、モンマの見せて。はい。私のお弁当は、え、かわいないですね。アンパンマンにしたんですよ。え、かわいい。めっちゃ視力高。そうなんですよ、これちゃんと自分で海苔とかも切りました。ママじゃないです、ママがやりました。え、ね、すごい。あとハンバーグにラブってあのチーズでかけました。ね、すごい、本当に。で、ちゃんとなんか使い捨てのやつにしたんですよ。これもあの一応こだわりました。あ、何、なんかテーマピクニックみたいな。そうですね。えー、すごい。なんでアンパンマンなのそれ。アンパンマンが好きなんですよ、もう。えー、で、これもめっちゃ簡単で、なんか鮭混ぜておにぎりにして、ウインナー置いて、海苔置いただけみたいな。ね、めっちゃいい感じ。すごい、ゆずが彼氏だったら嬉しそう。ありがとう、本当に。食べてみたいと思います。いただきます。いただきます。せっかくしよう。せっかくいやー、マジ食べたかった。え、ゆず、卵焼き食べよう。なんか優しい味がする。いただきます。うん、うん、なんか昆布入ってる。え、昆布って入れるんですね。うん、入れる。ねえ、このなんかさ、ウインナーがかわいい。これは、うん、なんかカニになってる。タコです。ほら、カニになってる、すごい。これさ、自分で作ったの。うん、カニはママが作りました。へ、えー、めっちゃ美味しい、このオムライス。これ自分で作ったんですか。ほんとね、ママと一緒に作った。え、マジなんか家庭の味がする、すごい。家庭の味しますか。うん、なんかね、家族って感じ。桜、いただきます。うん、まハムだ。じゃがいもたちもさ、アンパンもポテト。これもめっちゃ大好きなやつ。へ、えー、これは何ですか。それなんか手羽先のね、なんか煮たやつみたいな。手羽先じゃないや、ささみだった。食べていいですか。うん、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 めっちゃ美味しい。すごい、これはでも男の子好きそう。ね、ハンバーグ食べていい。あ、いいですよ。ラブ食べてくださいよ。うん、ラブ食べよう。じゃあ、ね、これハンバーグ自分で作ったの。ハンバーグは、うん、え、でも大体自分で作りました。へ、え、家庭のさ、ちゃんとしたさ、うん、ハンバーグ、めっちゃ美味しいんだけど。めっちゃ美味しいです、この肉が。うん、あ、これ鮭？そうです。あ、でもなんかちょっと辛い。何入ってるのこれ。なんか、うん、ピリ辛の鮭フレークみたいなやつを買いました、辛いのが好きなんで。あ、そうなんだ。いや、アンパンマンさ、ちょっと食べちゃっていい。え、全然食べてください。食べてよ。じゃあ半分まで食べるね。はい。あ、エロい。うん、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 
美味しい。アンパンマン食べるときから大満足です。え、じゃあ最後に、はい、やっぱ自分で作ってきたやつなんで、うんうんうん、自分のも食べたくないですか？確かに。そうですよね。じゃあ交換。うん、交換しよう。別に味見してないからさ、ちょっと、うん、やっぱなんか我に戻った感じだわ。我ながら美味しい。なんか自分でさ作ったからさ、自分で美味しいとかさ言っていいのか分からないのか。はい、ということで今日は彼氏に作るお弁当がテーマでお弁当を作ってきたんですけど、どうでしたか？はい、なんかももはがめっちゃすごいなんかいい感じのお弁当作ってきたから、ちょっとやばっと思って、ゆずも勉強しなきゃなと思って。でもゆずちゃんもすごい美味しそうで、ゆずなんか美味しかった。オムライスが結構占めてるじゃん。はいはい、だからなんか良かったけど、でもなんかアンパンマンとかめっちゃクオリティ高くてマジやばかった。次やってほしいエッグモデルとかいないの？小川いいなちゃんとか見てみたい。あ、確かに。え、なんか大阪なんでたこ焼きとか入ってるの、うん、え、わかる。今言おうと思ったすごい。めっちゃ気になりますよね。めっちゃわかる。入ってほしい。うん、入ってほしい。そしたらいつ1個もらいに行こう。え、あやりちゃんとかやってほしくない？確かに。すごい、なんかスパムがすごいなんか上手だったから。きれいちゃんとか。きれいちゃん、あー、確かに。絶対もっとわかる。うん、あのイケメンなイメージだから。うん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 、その逆にね、女の子の感じのお弁当とか作ってきたらすげえ、うん、確かにギャップ萌えしちゃうね。みーちゃんとかやったらさ、なんか激辛になりそうじゃない？え、なんでですか？え、だって辛いの。あそう、今言った人たちにはお弁当を作ってもらうので、またお弁当のこの企画するので、よかったら見てください。見てください。見てください。はい、それでは最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ゆずはとももでした。バイバーイ。